皆さんこんばんは、百円ゲーマーです。ということで今日も、お菓子レビューをやります。今日はねこいつです。タララーはっ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 はケトルブランドポテトチップス。以前もこれの、ポテトこのブランドのポテトチップスはレビューしましたけども、今回初めてこの、味をやります。見てほしいんですけども、ポテトチップス、アボカドオイル、トロピカルサルサ with マンゴーインフューストソルト。トロピカルサルサにマンゴーのなんかが入ってるマンゴーフレーバーの塩、よくわかんないですけどということらしいんですよ。さあニュートリションファクト見ていきましょう。ダララーン。これによりますとカロリー、まあこれ1袋で8人食えますね。6人かで1人分が130だから 130×6、880カロリー。じゃあ780カロリーか、違う880カロリーだ、いや780もういいや、どっちでもいいや。そう780カロリーか、すげえな。やっぱりポタシウムがいっぱい入ってますね。11% って書いてある。ポタシウムってあのバナナによく入ってるっていうのをなんか聞きますけどね。塩分はソディウムは、書いてあるかな。あ、塩分でも書いてないかな。あった、ソディウム 5% ですね。ケル6も 30% か。まあ早速食べたいと思います。多分ねこれうまいと思うんですよ。わかんない、色はちょっとケトルコーンって、あ、ケトルチップスって書いてありますけど、ケトルチップスは固めのチップあかね、固切り口あるんで、じゃあ、うん、あーなんかちょっとトロピカルな匂いはしますね。がポテトチップス自体はそんなになんか色がついてるわけじゃないんですけどね。早速ちょっといただきますか。はい、食べたいと思います。うん、うん、あのねこれはうまいぞ。ほんのり甘さがありますね。ちょっとフルーティーななんですけど、味はちょっとメキシコ系、やっぱりサルサなんで、うん、硬いしうまいし味も濃いし、これはいいですね。めっちゃうめえこういうの食いながら子供の時ゲームしてたな。うちはあんまりね、こうなんか野球チップスとかカルビーのコンソメ味とかそういうの買ってきてくれなかった、親があんまりね。その代わりに生協でよくお菓子買ってたな。平均でポテトチップス頼んだ、コンソメで届くじゃないですか、生協家にね。じゃあそれ食べて、箱で6個入ってくんのかな、1人で全部食ってたな。うまいんだよね、うまいな。うん、永遠に食ってられるわうまっ。うん、この中毒性のある味なんだな。あ、しかも言い忘れた、アボカドのオイルで作ってます。これ味噌ね、アボカドのオイル。たかが揚げてるオイルなんかで味変わんないじゃんって思うかもしれないですけど、オイルで全然違う。うん、例えばバーガー屋近所にありますけど、ピーナッツオイルで
フライドポテトを作って、全然うまさ違いますもんね。なんかマックも昔は動物性の油でフライズを揚げてたらしいんですけど、今も植物性がなんかなってて、アメリカ人の誰かが未だに動物性の油でフライドポテトを作ってるとかあるかとか言って聞いてる人いましたからね。やっぱ違うんでしょうね。うん、うまい。これはやめられない。うん、評価はうまいな。評価9だなこれ。うん、見かけたらぜひ食べてみてください。ちょっと辛くて甘くてしょっぱくていい感じです。ということでピース。